成女学園中学校、成女高等学校は東京都新宿区副町に所在し中高一貫教育を提供する私立女子中学校、高等学校。高等学校において中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒との間では第一学年から混合してクラスを編成する併設型中高一貫校。 孔明の聖女は羊猿堂聖女という感情に由来する。羊猿道とは大地の道を表す。地にしっかり根ざした道を歩むことが女性の基本であるの意味を持つ。開港にあたり水谷直隆、吉村虎太郎らにより孔明が定められた。明治32年開港時の所在地は麹町区下二番町であったが、明治39年に新宿区、副町に移転し、 現在に至る、開校初期の教師陣には、加えつたかしなどがいる。第三大校長の宮田治は、リベラリストとして知られ、大正期、昭和初期当時の雑誌等への寄稿や連載が多数、見られる。そのため、当時は、宮田の下で学びたいと、地方から上京する入学者も多く集めた。東京都世田谷区には、千歳学習寮がある。昭和43年には、 聖女カラス山スイミングクラブが創設され、平成24年まで運営された。昭和40年代、50年代にかけては水泳の競合校として知られた。平成期に入ってからは、生徒数の減少が続いている。現在は少人数を活かした教育を行っており、中学、高校、学年を問わず、生徒や教職員が交流する。また、 入試も保護者同伴面接を重視するなど、受験者数が少なくても全入ではない。校舎は安国通りに面しており、交通紙弁でありながら静かな環境に立地している。中高共通の伝統の制服であり、基本的なデザインは90年以上変わっていない。スカートの裾に黒色のリボンが一本横に走るのが特徴的。学園創設時、生徒たちが、 自発的に誇りと自戒の印として、黒線を袴につけていたことに由来する。この花、作詞、杉谷大水、作曲、陶器鉄的。成城学園中学校の基本情報による、ありがとうございます。